ライクドッキング、こんにちは、みやこです。どうぞです。よろしくお願いします。お願いします。はい、2回の第28、もう28よ、来ました。で、今回のステージなんですけど、重力減速壁ガチ少ないっす。火の重力減速壁で来てください。で、Bラシステムね、あのダメージを受けるほど攻撃力が上がるステージでございます。なので今回はダメージスモックを食らいながら攻撃力を上げて雑魚なりボスを殴っていくみたいな仕様になっている。で、一部のやつはなんか友情めっちゃ通ります。お、エビスさんです。行かれてるやつだな。行かれてるやつが一人おるなみたいな感じです。で、このラウンドスパークがちょっと強いですね。はい、あと降臨ですと今行ってるメンツたち、はい、ディビジョン、まず殴るステージなのでしっかりダメージを受けてあげて殴れば弱点を、めちゃくちゃディビジョン強いです。そして普通にカイン強いっすね。その敵が重力を張っているので SS も活かせるんですよ。なのでカインは普通にアタッカーとしてありだと思いました。で、サポートとしてね、フレアミス、こいつ白爆発とそのスピードアップを持ってるんで、そのエビスと合わせるときにそのエビスの友情を生かしたり、まあスピードアップでそのディビジョンなりスピードをね、一応パワー型なんで補うことができるんで、フレアミスは強いかなと思いました。はい、今回はまあその他3体とガチャゲン体っていう感じでやってます。で、天使が出てきてるじゃないですか。この天使が回復です。残してあげてると回復する。だから倒しちゃうと回復してないんで、そこ注意。で、マジで油断してると HP なくなるんで、ガチで注意してください。で、このプリーが出てくるじゃないですか。プリーを最初に倒すんですけど、倒せないと SS ターン遅延してきます。あ、なるほどね。これ、うざいっす。だから絶対に初手に倒したいんで、確実にやってください。で、このステージ難しいの。こいつっす。バジリスク、こいつクセモノっす。こいつ倒さないとまずボスが透過してるので、そのダメージが通らないっていうのと、バジリスクがそのクソ硬い、結構硬いんで、しっかりそのダメージブロック、あのスモックを2つ踏んであげてあげると、そのまあ身でバチバチに強化してあげてたら、その一筆書きできるんですけど、今みたいに今1個だったか。あのディビジョンゴリゴリでラウンドスパークコメディーを直したって感じ。雑に縦行くと天使もやっちゃうしみたいな。そう、うん、HP ある時天使やるのはまあ問題ないんだけどね、ない時の中途半端の時に天使やって回復できないよってなったら結構辛くなるかなっていう感じですね。で、やっぱりね、スピードアップキャラ1体欲しいなっていう感じは思った。そのガチャゲンでもそのラムとかね、スピードアップ持ってるんですけど、だいぶ強かったですね、重力減速のスピードアップ。ラムはじゃあええ感じ、続き活躍しますね。ね、うん、ラムは今回だいぶ活躍してるんじゃないかなと思いました。ここね、なんせほんとね、少ないっすよ。そうね、メンツがガチでもうエビス、ラム抜いたら、まあもう次ディビジョン来るかなってレベルかなと思っております。適正的に、まあ、ディビジョンがね、まさか同時じゃなくてそういうところで適正もらうとは思いませんでした。なんで、まあカウシーで怪しいって言われてたラインが当初そうだね、当初は怪しいと言われてたラインがここに来て活躍しちゃったみたいな感じっすね。まあ、まさかですね。まさかっすね。あとこうね、ダメージ受けまくればね、いた時でワンパンとかもできるらしいんで、でもちょっとね、難しいと思うんで、まあ、興味ある方は集めてみてください。はい、あとアンナとか京山アンナ、重力減速普通に使えますね。購入した方はぜひ購入したらぜひ使ってみてください。んで、サンダルフォンアルファとかも一応できですね。でも友情2よりはね、殴りのステージだから。あれ単通だっすよ。単通。一応できる。けどまあ、ダブルキャラではないんで、しかしならディビジョン入れた方がいいかなと思っています。けど苦手な人はすげえ苦手っぽいな。いや、苦手な人は苦手だろうね。それは苦手。ね、結構そのビーラシステム苦手な人多いと思うんで。ちょっとミスったら本当死ぬからさ。死ぬね。今とかも複数触れられなかったからさ。うん、
倒しきれたらいいんですけどね。もう天使結構回復してくれるんで。確かに、うん、まあ、しっかり HP 調整さえすれば大丈夫かなと思っております。フレアミスの SS を俺初めて打ったわ。どんなの？その3点マーカーなんだけど、3点マーカー内にその味方がいるとそいつのスピードアップする。スピードアップ？あ、スピードじゃない、スピードとホイールアップ。あ、なるほど、やっぱ副ファンだ。そうすげえなで。そうそう、いやいや3体入れられねえこれと思って。まあエビスだけまあとりあえずバフするかみたいな感じで考えてますね。まあ、でも普通にスピードアップのバフくれるからね。まあ、フレアミス強いなって思いましたね。はい、今アップしました。3点マーカー内にエビスがいるんです。これちょっと癖強いんで、ね、まあ、ここまで来てる人はね、フレアミスできてると思うんで、はい、入れてみていいのかなと思います。はい、早い。あ、いいよ。バフ。攻撃もアップしてるからね。いいよね、普通に。まあ、ここはね、あのブリトラはね倒さないでね、そのボスをご利用ししても大丈夫です。一応ブナノーがまあ倒すんですけど、まあ、ちょっとそのガチャゲンとかね多めに積んでる方とかは、まあ、SS でご利用してもいいですし、ダメージいっぱい踏んであげてね、はい、それはまあちょっと配置とかによって判断していただけたらなと思います。普通にね、カインとかも火力出るんで、絶対重力合ってるね、ボス。ほんと、カイン使えよって言われてるような感じです。ディビジョン持ってない方は。ディビジョン持ってんだったらさすがにディビジョンの方が、うん、俺は強いと思う。普通に素の殴りがね、強いから、毎回カインの SS 打てるわけじゃないから。平均はね、そう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 。普通にディビジョンで殴ってあげるのがいいとは思います。多分2回28もここで到達してる人はディビジョンを持ってると思うんで、まあだいぶやってる人だもんね。うん、28までね全出席してる人は、でも持ってはいると思う。持ってなかったらカインだな。いや、ここはねやっぱり雑魚処理難しいですね。そのバジリスク、これね3体処理しないといけないんですよ。それが難しい。今ちょっとクリックから出て上なんか倒しちゃったけど、普通倒さないですね。まあ、ここでパックとか打ってあげるのがいいかなと思います。パック結構強いと思いました。やっぱ蘇生食い止めないとボス殴れないんで、まあ、雑魚処理がむずいステージだとは思うんで、パックをできれば入れたいと個人的には思っております。うまくいい配置取れてればね、このバリス処理もできるんですけど、まあ、なかなかね3体同時処理って個人的にはね、SS とか使わないと難しいかなと思ったんで、守護獣をパック入れていくと、多少その難易度は落ちるのかなと思いましたんでね、はい、まあ、パックを連れてってみてください、苦戦してる方は。はい、で、SS 残しておいた、エビス。天使も嫌がってない。まあでももう、特攻やな。やってしまおうみたいな感じです。こうなっちゃうとね、危なくなっちゃうんで、ね、危ない。やばいやばい。危ない。普通に死ねるわ、俺やると多分、ね。うん、普通に死ねる。うん、むずそう。ディビジョンでもこれ遅延持ってるのも偉いね。あー、いいね。そう、遅延持ってるから、そのバジリスクの処理困った時とかも、このディビジョンの SS とかやってたから、ね、うん。だからディビジョンはまあ、総じて優秀かな。動かないから、ダメージ食らわんし。それもあるね。天使殺さんしね、うん、まあ、でも天使が回復してくれなくなっちゃうから、天使はあんま当てすぎないので。ああ、確かに、うん、はい、で、カインは普通に火力出せるんで、ね、重力張ってるんで SS 使って、はい、ということで28やってきたわけなんですけど、とりあえず貫通キャラ無難に連れてくのが楽かなと思います。で、スピードもちょっとね必要になるんで、まあ、ラムとか普通に強いかな。で、エビスやっぱり強いです。もう本当俺最初艦隊でやったんですけど、ラウンドスパークでなんかボス溶かしてたりとかしてました。今ちょっと1体だからね、友情の強さは分かりづらかったと思うんですけど、艦隊は爽快です。
はい、で降臨キャラになるとやっぱりディビジョンが強いかなと思います。弱点キャラ持っててやっぱ高ステータスの殴りで遅延とかもね、その最後の雑魚セット倒したりするのをサポートしてくれたりねするし、はい、ディビジョンがやっぱりこれだと一番強い。もうその次になってくると、まあ、フレアミスとカインかなと思います。はい、ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。